こんにちは、夢参加なビートルズワールドニュースです。今回は、リンゴスターが新型コロナウイルスに再び感染し、公演をキャンセルした話です。元ビートルズのリンゴスターは、2度目のコビットの診断を受けて、北米ツアーの残りの日程をキャンセルすることを余儀なくされた。この突然の発表は、スターと彼のバンドが今月、 先の COVID の診断を受けてツアーに復帰したわずか1日後に行われました。10月初めに新型コロナウイルスに感染したリンゴスターはミシガン州とブリティッシュコロンビア州の7公演を延期していた。10月11日のシアトル公演からツアーに復帰して、翌日のポートランド公演も行ったが、リンゴスターは再び新型コロナウイルスに感染したことを明らかにしている。僕と同じくらい、 みんなも驚くだろうけど、新型コロナウイルスでもう一度陽性になってしまったんだ。残りのツアーは中止になる。平穏と愛をみんなに送るよとリンゴ、スターは声明で述べている。リンゴスターは後後公演を行う予定となっていた。中止となった公演はサンノゼ、パソロブレス、ロサンゼルス、メキシコシティで予定されていたに公演となっている。 これらの公演が振り返られるのかどうかは現時点で明らかになっていない。リンゴスターの北米ツアーの日程に変更が生じたのは今回で3度目となっていて、今年6月にはギタリストのスティーブル・カサートキーボーディストのエドガー、ウィンターが新型コロナウイルスで陽性になったことを受けて一連の公演を延期していた。ファンをがっかりさせてしまって申し訳ないとリンゴスターは当時声明で述べている。 ツアーに戻れたのは素晴らしいことで、皆さんに演奏することで実に素晴らしい時間を過ごしてきた。しかし、ご存知の通り、新型コロナウイルスは依然としてあり、気をつけていたのだけれど、こういうことになってしまったんだ。いつものように、彼とオールスターズはファンに平和と愛を送り、すぐにツアーに戻ることを願っています。とソーシャルメディアを介してツアーからのメッセージを述べています。 以上、リンゴスターが新型コロナウイルスに再び感染し、公演をキャンセルした話でした。これからも、ビートルズニュースをお届けいたしますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたしますね。